はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテロです。今回はソロのお金稼ぎや RP ね、まとめて2つ紹介していきます。まずは報酬2倍を賢く楽しみながらやるソロお金稼ぎ RP 稼ぎとなります。まずはね、女性キャラとかが結構有利なんですけど、まあ男性キャラでもできます。コスチュームなので、靴がね、ブーツ、ハイヒールとかね、ちょっと背が高くなるような、コスチュームがちょっとやりやすいっていうことで、まあこれがなくても男のキャラクターでも普通にできます。まずはね、今週サバイバルが2倍となってます。報酬2倍、その中でも一番簡単なやつがあります。ほとんど敵の攻撃を受けることなくできるのがこの、ジョブとなります。スタブシティサバイバル、これはロストと戦うんですが、スナックとかね、ボディアーマーとか、まあ持っていれば全然ね、簡単にクリアできます。初心者のアカウントとかでも普通にね、武器を拾いながらやって、アーマーとかも拾いながらやって、ほとんどやられることなくラウンド10まで行くことはできました。この波状攻撃無限ってやつを有効にするとラウンド10では終わらずに、ずっとね、死ぬまで、プレイヤーが死ぬまで、ずっとラウンドが続きます。現時点で確認されている世界記録がおそらくね、111ラウンドとかそのあたりだったと思うんですけど、一応ね、始めた時はアーマーがどこにあるかとか、武器がどこにあるかとか確認してください。そしてこれ完全ソロでもできるんですけど、フレンドさんとかと4人とかでやったり、3人でも2人でもいいんですが、どこまでね、ラウンドいけるかチャレンジしても面白いと思います。しかもね、ラウンド10を超えていくとね、本当に報酬どん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 高くなります。ではね、このコンテナの中、ほとんどね攻撃を受けることがありません。一応ね、カバーアクションしながら、隠れながら撃つという風にやった方がいいです。そしてキャラクターがね、このハイヒールみたいのを履いていると、カバーアクションしながら撃つっていう時に、コンテナの手前とかにね、銃弾があまり当たらず、敵に、銃弾を当てることがやりやすいっていう感じです。初心者で本当にソロでも、武器を拾いながら、アーマーを拾いながらでも全然簡単にいけます。そしてね、こんな感じでどんどんね、ウェーブ2、3、4と進めていきます。進めていく中でダメージを食らったら、ラウンドが切り替わるとき、ウェーブが変わるときですね、この時に必ずこのね、アーマーとかね、これね、回収して回復するようにしてください。また銃弾がなくなったらね、拾うとか、そんな感じでね、まあ弾代もね、無駄にしないっていうね、やり方もありますね。でこんな感じでウェーブ3、そしてねウェーブ4まで行きました。だいたいウェーブ4か5あたりで敵の中でヘリが出てきます。なのでヘリが出たら先に倒すようにしてください。じゃないとこのヘリ上から攻撃してくるので、このコンテナの中に隠れててもダメージを受けやすいです。ヘリの操縦士をね、先に倒してもいいし、ヘリのね、後ろの方の羽を壊すような風にすると結構壊れやすい、墜落しやすいっていう感じです。まあロケランとかね、ホーミングランチャー使うとき、まあコンテナの中に1人の場合はまあ撃てるかもしれないんですが、仲間がたくさんいるときはね、撃つと自分にね、ぶつかって死んでしまう、爆破自分が受けてね、狭いところで撃つと、死んでしまうっていうのがあるので気をつけてください。こんな感じでどんどんね、ウェーブ9あたりになると敵がかなり多くなります。そして無限波状攻撃っていう、まあ10ウェーブ以降のやつとかに設定してると、もっとガチガチのね、すんごい強いのが出てきます。強化アーマーみたいなのをね、来たね、変だね、なんかドクロマークがついたやつ、しかもミニガンがついたようなのとかね、ああいうのが2、3体出てきますので、このコンテナの中に隠れながらうまくやると、結構倒せるかもしれません。またね、結構ヘッドショットとか狙うとね、 RP も高くなったりします。こんな感じで本当に1人でもウェーブ10までは簡単にいけます。そして今報酬が2倍なので、RP とお金が報酬いいですね。こんな感じでソロで稼いでもいいし、フレンドさんとかとチャレンジしてもいいと思います。
では次は RC カーからシャレオベカスタムを移すソロベニーズ装着&お金稼ぎという感じです。これどういうことかというと、まず自由照準招待限定セッションなどで開始します。そしてそのセッションで一度地下基地に入ります。地下基地出現でもいいし、そのセッションに来たら地下基地に一度入るようにしてください。RC カーのカスタムを普通の車に簡単に移す方法、またはその RC カーのデータを車に移すことによって、例えば無料のLHRH8のカスタム代金を設けるみたいな感じですね。やり方は洋服屋に行き、まず、スキューバのコスチューム、これをね一つね、所持している、または保存してください。水の中に入るやつですね、スキューバ、これを購入して保存コスチューム1箇所、保存してください。コスチュームに保存をします。そしてこれからね CO とかの、コスチュームを使ってこのね酸素ボンベをねずっと落とせるようにしていきます。まず CO にね登録します。そして歩きながら水の中に入れる場所で、コスチュームをさっきのねスキューバのところに合わせておきます。水の中に入ったらここですね、コスチュームを丸をします。そして次にこの状態から今度は CO の管理スタイルで、今なしになってます。この状態で歩いていき陸に上がります。ボンベを落とします。そしたら左十字キーをして右十字キーを押す、左十字キーをして右十字キーを押す。これで好きな時にボンベを落とせるようになりました。ではねアリーナの中に入っていきます。準備するもの RC カーと、またエレジ RH8、またね普通に、純粋にねその車にベニーズホイールつけたいっていう車でもいいです。今回無料の車両を少しでもねカスタム代金設けるっていう感じです。普段の車両複製とは全然価格が違うので、どうしてもねベニーズホイールをこの車につけたいんだっていうやり方でやる、またはね、他のね車から車へのね付け方っていうのができないっていう人向けですね。ではベニーズホイールを装着したい車をカスタムショップに一度入れていきます。カスタムショップに入れたらこの車両をねカスタムやめて車両から降ります。そして携帯からゼロ、ここに電話をして仕事のリクエストをします。仕事のリクエストに鍵マークがついている場合はミッションのゼロのジョブを一度クリアすると電話できて、ジョブをリクエストできるようになります。一度 RC カーをね触ってください。これねお金かけずにね普通にね触るだけでも大丈夫です。右十字キーを押して項目を出したら×で閉じる。次に CO のスタイル、ここからなしにした時にボンベが落ちるようになります。でまた左十字キー、右十字キー、左十字キー、右十字キーって感じでコスチューム、CO のコスチュームとなしのところを繰り返していきます。そして左側のドアと右側のドアにだいたい10個から15個ぐらいね、まあ2ドア、ドアが2つの車両であればこのようにね埋めるとワープして車両に乗れるようになります。4ドアの車だとねなるべく多くね、酸素ボンベを置くようになりますね。三角でワープで乗れることを確認したらワープで乗れる位置で携帯を開き、ジェロのジョブを大きく開きます。オプション長押し、離した 0.5 秒後に丸、ピコッとなってねオプションが開ければ OK、 0.5 秒ダメなら 0.3 秒にします。でこの状態からオプション長押ししといて、離した瞬間左十字キーと三角を超連打してください。一瞬ガレージに行ったら今度はジョブに入るので、ジョブをロビーをやめる。そしてベニーズホイールがついた状態になったりしてるので、この状態からカスタムを1箇所変更します。しかしこの時にね注意点ですね。 RC カーにカスタムナンバープレートの、カスタムがついていた人はこのようにねナンバープレートに、
カスタムナンバーの文字がついてると思うんですね、車に。でももしそうじゃない人はこの状態から外に乗り出して、一箇所変更せずに外に乗り出して MOC 機動作センターにしまってください。カスタムナンバープレートがついている人はこの状態からライトなど一箇所変更したり、安いところでいいので、売却目的だったら安いもののカスタムしてください。そしてタイヤのデザインとかでもいいので、こういったところ一箇所変更してお金をかけずにね。で、保存が効きます。ただし超高額で売れる、よく 1C レトロとか売ってるね、170何万とかで売れる金額とは全く違うので、どうしても RC カーのデータを車両につけたいっていう目的で使う方がいいと思います。 RC カーからエレジ RH8 にこういったカスタムを移した場合は、だいたい10万から20万